ネジを変えて、だし、部品作れるわけだ。あ、ネジの方が先に壊れるんですね。ネジがパーだけやな。ネジがだいたいもう左右しもってるんで。それから、ねじれたのをコン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 バーキングして、この辺に作って、用意してもらっちゃう。この中から材料をそこへ当て